皆さん、プレイしてくださってありがとうございました。ロロナ役の門脇舞です。アトリエ20周年記念作品なのかなということで、いろんなね、作品を超えてアトリエシリーズの皆さんとこうやって集ってワイワイ楽しくできるゲームが、はい、収録できて本当に楽しかったし幸せです。ありがたいです。本当に皆様の応援のおかげでいつまでもロロナと一緒にいられるなという、はい、気持ちでいっぱいです。今回はですね、もう、まあ、今回はというか少し前、なんだろう、アーランドシリーズがもう終わる頃にはロロナはずっとパイ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 を作って、もうパイのことしか頭にないみたいな、パイエンドの先みたいなそんな感じでずっとパイな、今回もパイでやらせていただいたロロナだったんですけどね、ロロナも最初の頃からどんどん年を重ねたり、いろんな姿になったり、いろんなロロナを見ていただいたんですけど、今回はちょっと初期の頃のね、世界の頃のロロナな感じということで、あの頃ほどなんかこうピュアではないっていうと変なんですけどちょっと違うんですけど、はい、なんだかちょっとイラストを見せていただいて懐かしい気持ちもありつつ、はい、やらせていただきました。はい、教えるのが下手でね、ぐる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 ってね、なんかちょっと恥ずかしかったですはい、あとはハゲルさんの、俺たちのハゲルさんの新曲が気になるので、これフラグかなみたいな感じでこれからも期待しております。はい、まだまだ楽しみなこと、いろんなみんなの姿見たいですね。これからも応援よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。ロロライナーフリクセル役の門脇舞でした。